町田達樹選手です。3日間本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。本当に3日間応援ありがとうございました。終えられた今どんな気持ちですか？いや、初戦をこうして無事優勝という形で迎えられたことを本当に嬉しく思うとともにほっとしています。本当にありがとうございました。今日もお客さん終わった後大きな拍手と歓声ですよね。どんな風に感じましたか？いや、嬉しいですね。ただやっぱり3日目の演技は相当体に来るなっていう感じで満足いく出来ではなかったんですけど、それでもまあこのアメリカ大会、まあ、3年連続僕をいい方向に導いてくれた大会なので、まあ、その大会への感謝の気持ちを込めて演じたつもりです。アメリカでのエデンの東、去年はオリンピック選考がかかったりとっても大変な時期1年でしたけれどもね、また違った気持ちで演じられたんじゃないですか？そうですね、まあ、昨シーズンの僕のショートプログラムのエデンの東が多分インパクト大だと思うので、まあ、見てる方はちょっと驚かれたんじゃないかなと思います。これで開幕戦終わりましたけれども、まあ、フランスまで1ヶ月ありますけども、どんな風にこう過ごしていきたいと思ってますか？いや、1ヶ月は貴重な固まった日数だと思うので、しっかりレベルアップをしつつ、この大会で得られた反省点を生かしてさらにプログラムに磨きをかけていきたいと思います。町田選手が投げたボール、どんな風に返ってくると思ってますか？どうですかね。いや、本当楽しみです。それこそテレビの前で状況をゆっくり見ていこうかなと思います。まあ、この開幕戦でグランプリファイナルに、まあ、気が早いですけれども王手という形でフランス向かいますね。そうですね、まあ、優勝のカードは本当ジョーカーくらい強いカードなので、あともう一個メダル取れればいけるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もちろんファイナルを見越しつつも、それでも僕の目的はやっぱりプログラムの完成度なので、そちらの方に意識を集中させて、まあ、それがそっちの方向で自分の目標が達成できた暁には絶対ファイナルにはいけると思っています。もうとにかくゆっくり休んでくださいね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。